おはようございます。もうかさん、たいさん、おはようございます。アレリア、今日はですね、すごく寒いぐらいですね。リエさん、まゆちゃん、おはようございます。ともさん、アレリア、今日はですね、これを着てても寒い、不思議ですね。7月に入ってこの寒いというのはやっぱり異常気象なんでしょうかね。太陽さん、私にとってはですね、涼しいのは非常に大歓迎ですね。なんかこう避暑地に行ってるようなね、避暑地に行ってるような。ゆうさん、おはようございます。ちょっと様子をお見せしますよね。最近ここばっかりで申し訳ないんですけど、ここはですね、電波がいいし、そして人もあまりいないし、そして緑も多いということでね、花が、今花はあまり少ないですけど、非常に、放送しやすい場所なので、なんかだんだん電波の悪いところはちょっとあまり行きたくない感じがします。はい、おはようございます。今日は7月8日、花さん、おはようございます。7月8日月曜日、朝の電動放送です。皆さん、昨日の礼拝を見られたでしょうか。昨日はですね、愛は、神の愛は隣人に、悪をしない、ちょっとね、悪をしないっていうことはあまり言わないかもしれません。アイポンさん、みーちゃん、サミアさん、ナイフさん、ナイフさん久しぶりですね。納豆さん、はい、悪をしないという、言い方はしません。普通は悪を行わないとか、悪いことしないとか言い方します。タイトルつけるときですね、なるべく分かりやすい、通じやすい言葉を使っています。難しいですね。みーちゃん、愛は最強だと思わされました。アメン。愛は最強だと思わされました。私たちは愛を学んでいます、愛を学ぶ。私たちはそういうですね、なんか目標が必要ですよね。幻のない民は滅びる、幻のない民は滅びる。旧約聖書にそういう言葉があります。ナイフさん、どうすればいいですか。もちろんクリスチャンとして歩みましょうね。クリスチャンとして歩むということが最高です。ヤギさん、誘惑があって牧師のように信仰を貫くにはどうすればいいですか。そうですね、やっぱり信仰を立て上げるということですね。最初から信仰が強い人は誰もいないです。最初はですね、信仰を持ったらすぐに安定するということではありません。ケンゴさん、おはようございます。信仰というのはですね、建物みたいなものですよね。最初は土台が必要です。やはり土台を作るには時間がかかります。そしてだんだんこう立て上げられていきます。信仰というのは非常にですね、なんて言うんでしょうかね、素晴らしいものですから、その皆さんは自分の人生の中で信仰で素晴らしいものを立て上げているんです。残念なのはですね、途中でギブアップして、せっかくの信仰がですね、実を結ばないというか、枯れちゃうというか、それは残念です。ですから皆さんの中でぜひ信仰を持った方は、信仰で歩んでくださって、一緒に励まし合って信仰を全うしようではないでしょうか。私たちは真理を知ったんですから、真理のうちを歩むんです。そして幻のない民は滅びるとありますが、希望とか目的がなければ人生楽しくありません。今日はちょっと変わったタイトルで、信仰と脳内ホルモンということですが、脳内ホルモン聞いたことあると思うんですが、ホルモンにはね、その成長ホルモンとかインシュリンとかいろんなホルモンがありますけど、脳内ホルモンというのがあります。
クリスチャンを化粧することがダメですか？いやいや、化粧しちゃいけないってことはないですよ。ただそのなんて言うんでしょう、あの外面を飾ろうとするよりもまず内面を飾りましょうということで、化粧を全然しちゃいけないということではありませんよ。それで脳内ホルモンっていうのはですね、皆さん聞いたことはあるかどうか分かりませんが、セロトニン、ドーパミン、それからエンドルフィン、それから、もう一個何だったか、いや暗記したんですけどね、オキシトロンとかね、いろいろあります。あの脳の中にいろんなホルモンがあって100種類ぐらいあるそうですね。神様すごいですね。人間の体ってよくできてます。皆さんすごいシステムですよ、すごいシステムね。その、神様は人間の体を作りましたけど、ものすごい複雑です。脳内ホルモンだけで100種類以上あるそうです。その中に、セロトニンっていうのはですね、私は45年ぐらい前に、薬理学でセロトニンという言葉を聞きましたけど、もうあれから45年経っちゃったんです。セロトニンっていうのは何かですね、心を安定させる、心を落ち着かせるような脳内ホルモンだそうです。それから、エンドルフィンはなんか脳内麻薬といって、なんか麻薬のような、ね、脳の中に麻薬があるって不思議ですけど、麻薬のような作用があるホルモンがエンドルフィンですね。鎮静作用、セロトニン、それからあとは、何でしたか、すぐ忘れちゃう、ね、オキシトロンかな。オキシトロンは何かこう、人間関係から来る、まあ、心をこう落ち着かせるホルモンだそうです。これもなんかこれ信仰と関係があるような感じですよね。信仰というのはこの間も言いましたように、何でしたか、関係性の喜びっていうのもありましたね。関係性の喜び、つまり人間関係から来る喜び、これが信仰から来る喜びということですが、これなんかオキシトロン、これ関係がありそうな感じですね。もう一つドーパミン、ね、ドーパミンはなんか、快楽的な、快楽的なホルモンだそうです。私たちは日頃ですね、そのいろんなことがあって、まあ、楽しかったり悲しかったり苦しかったりします。まあ、そういうのはですね、全部こうホルモンによってですね、まあ、そういう思いがあります。そして私たちはもちろん楽しくなりたいし、もうこう気持ちよくなりたいということでいろんなことをしてしまうんですが、確かに、まあそうですね、いろんな快楽はそういう脳内ホルモンに影響すると思います。しかし、結局のところ、例えばアルコールもですね、お酒飲むと酔って一時的にはね、解放されます。私もクリスチャンになる前、今から40年前はですね、お酒の虜でしたけど、もうお酒を飲むと酔うとなんか一時的に解放されます。だけどそれは一時的ですよね。ですから、まあアルコールは脳内ホルモンではないですけど、まあ、同じような働き、まあ一時的な、そのなんて言うんでしょうかね、一時的な解放ですよね、癒しがあります。極めつけは麻薬ですよね。今麻薬が問題になってますけど、
結局悪魔はですね、あ、映像が止まってしまう、あららら、本当？タイさん、映像と音声が止まっちゃってる、おかしい。ちょっと電波が悪いのかな。ちょっと場所変えた方がいいかな。あ、そうですか、止まってない、あ、よかった。いろんな麻薬がありますけど、ね、多くの人が、麻薬中毒になっちゃう理由はやっぱりそれが罠ということですよね、罠。だから悪魔はですね、そういう中毒とか依存症、ね、タバコもそうですよね。タバコも、ニコチン中毒、アルコール中毒、ギャンブルもそう。ギャンブルも多分ですね、なんかこう、まあ、パチンコね、パチンコジャラジャラってもし出てくるとですね、その時脳内ホルモンで、ね、ドーパミンがバーって出てですね、なんかこう、わー出た、ね、あのパチンコの玉が出たって喜ぶんだと思います。競馬かなんかもですね、こう、あの連勝とか単勝とか言ってね、でたまに当たるんです。たまに当たるとですね、あの、まあ、何十倍ってお金が戻るわけですね。その時にですね、多分ドーパミンがバーってこう出てですね、あのそういうあの脳内ホルモンの中毒になるんではないかなと思います。ですから悪魔はですね、人間の弱さっていうのは、なんか悪いことで何かこう癒しとか快感とか。はい、リュウビさん、はい、おはようございます、そういうもので人間はですね、支配されてるんではないかと思います。でも信仰とは何でしょうか。信仰というのはですね、そうですね、もっと安定した平安、安定した喜びではないかと思います。つまり、状況が悪くて、多くの場合は状況悪いとですね、まあ、脳内ホルモンがその何でしょうかね、不安定になってこう、まあ、例えば躁鬱ってあるじゃないですか。まあ、躁鬱っていうのは躁になったり鬱になったりしますよね。まあ、これは多分脳内ホルモンが不安定なんですね。脳内ホルモンが不安定でこう躁になったり鬱になったり、まあ鬱ばっかりのもうずっと鬱っていう人もいるかもしれません。セロトニンだったかな、なんかセロトニンの欠如と鬱とは関係があると、まあちょっと正確じゃないんでごめんなさいね。まあ私もですね、まだそんなに専門的に勉強してるわけじゃないので、あの間違ったらごめんなさいね、間違ったら。つまりセロトニンっていう脳内ホルモンが欠如すると鬱になるんじゃないかという、まあ、仮説ですよね、仮説。何らかの理由で、ね、その鬱になるような状況、鬱になるようなホルモンの状況ではないかと思うんです。そういうわけで抗うつ剤とか、ね、抗うつ剤っていうのはそういう脳内ホルモンをコントロールして薬、薬物でね、脳内ホルモンを調節して少し気分を良くするということではないかなと思います。まあ、素人の考えですね。ゆきひろさん、おはようございます。そして、まあ、あの覚醒剤もそうかもしれないし、麻薬もそうですが、まあ、要するに脳内ホルモン的な作用だから、脳内ホルモンを、まあ、人工的に薬物で与えてしまう。だから一時的にはハイになり、一時的には非常に解放されて、まあ、天国気分になるんでしょうけど、でもやっぱり薬物ですからね、薬物だから依存してしまうし、それから一時的だし、結局のとこそれはいろんな問題が起きてきます。絶対に麻薬は危ないですね。麻薬、人間弱いですから、ね、一旦麻薬に手を出しちゃうと大変です、ね。私の、あの録画の中に以前覚醒剤をやった女性の証がありますが、
その証、その女性の証によると、もう本当に一旦覚醒剤を手出すと、もう本当にやめれないそうですね。やめれない。まあ本当に人間って弱いですね。そういうものに弱いです。だから皆さん、麻薬に手を出さないようにしましょうね。危ないです。危ない。それでですね、信仰というのは、そういう状況によって、脳内ホルモンがこう変化するのではなく、安定して脳内ホルモンが出るのではないかなと思います。つまり、私たちは、その神様が作られた本来の在り方、神様が人間を作りました。その時にはやはり脳内ホルモンのバランスというのを神様は考えられたと思います。私たちは、信仰によって安定した脳内ホルモンを維持できるんじゃないでしょうか。つまり、聖書ではいつも喜びなさいと、いつも喜びなさいという命令があるんです。で、それは私たちは喜ぶ理由があります。イエス様を知っているという喜びです。そのイエス様を知っているという喜びは一時的ではないんです。イエス様はいつもそばにいるという相対的な条件ではなく、絶対的な条件と言ったらいいでしょうか。変わらない条件です。だとするならば、私たちは信仰によって安定した脳内ホルモンのバランスが取れると思います。つまりいつも喜べる、いつもね、セロトニンとかドーパミンがですね、いつも分泌してるんではないかなと思います。ですから皆さんぜひ、この何でしょうかね、この世的な喜びというのは安定しないということです。リュウビさん、私は昔合法ドラッグやってたけど今はやめてる。なるほど、リュウビさん、どうですか、ドラッグは一時的で安定しないでしょ。ドラッグやると不安定でね、こうアップダウンが激しくないですかね。リボンさん、私も強い決意で禁煙をやめることができました。信仰のおかげです。やはりそのニコチンによってある快感があるんでしょう。私も覚えてますよ。なんかタバコをね、あまり真似したくないけど、ってするとはーってなんかね、こう気持ちが落ち着くような、感じがありましたけど、それに依存しちゃうとタバコはやめれなくなります。しかし、イエス様を信じると、イエス様により頼むので、もうタバコもいらなくなる、お酒もいらなくなる、ドラッグもいらなく、リュウビさんダメですよ、ドラッグ進めちゃダメ、とんでもないことですよ皆さん。ドラッグを進めるっていうことはね、とんでもないことなんですよ皆さん。その人の人生を破壊しますよ。その人の人格と人生と家庭を破壊するですから、それはもう人殺しと同じですよね。ドラッグを進めてはいけません。それはとんでもない無責任ですね。とんでもない無責任です。進めてはいけませんね。私たちは人の人生を壊してはいけません、ね、人の人生を讃え、人の人格を讃えなければなりません。もう、麻薬はですね、人の人格を壊し、家庭を壊し、人生を壊しますね。ゆうさん、私ももう時効ですが、元夫の関係でいろんな薬を何度かやりましたが、薬に飲まれませんでした。よかった。ああ、よかったですか。それはよかったですね。中毒にならなくてよかったですね。中毒にならなくてよかった。桐山さん、勧められても決して使用してはいけません。勧められても決して使用してはいけません。アメン。ゆうさん、怒ってないですよ。怒ってないですけど、ぜひですね、深刻な、要するに、ドラッグは深刻だということですね。ものすごい深刻ですね。もう世界中のですね、
もう多くの人たちはもう麻薬でですね、とんでもないことになってですね、本当に死んじゃう人もたくさんいるんです。麻薬で死んじゃう人もいるし、麻薬で犯罪を犯す人もいるし、もうとにかくめちゃくちゃですね。電波悪い、すいません。とにかく私たちはそのサタンの罠がたくさんあります。サタンは欲がはらむと罪を生む。つまり人間の欲というのは結局はそういう脳内ホルモンが分泌するような、脳内ホルモンを分泌させるような、そういうあり方、ね、それがですね欲だと思います、ね、ですから私たちは、そういう人間の弱さ、人間の弱さがにサタンが働いて、ね、正しくないあり方、まあ何でしょうかね、何でしたかな、なんとか習慣、うん、悪習慣ね、うん、悪習慣、サタンは私たちに悪習慣で縛ろうとしています。中毒ですね。ネスさんね、これは本当に深刻なんですけど、まあ、ヤクザとかマフィアはですね、麻薬を使っていろんな人たちを中毒にさせて、そしていろんなそれをですね、その売春をさせたり、その麻薬を使ってですね、人間をコントロールしてですね、もちろん悪魔がそうなんですけど、悪魔が麻薬を使って人間をダメにしてるんですけど、でもヤクザとかマフィアとか悪い人たちは麻薬を使って多くの人をコントロールしています。非常に悪魔の手口ですね。悪魔の手口。つこさんね、ここ道路なんです。あっちに行けるんですね。こっちからあっちにね、道路になってます。まあそういうわけで、皆さん、脳内ホルモンはですね、人間の感情を支配し、人間の、まあ、喜怒哀楽があります。神様にも喜怒哀楽がありますよ。神様にも喜怒哀楽がありますけど、私たちは、その、何でしょうかね、神の愛で、私たちは神の愛で、神様が喜ぶような脳内ホルモンって言ったらちょっと語弊がありますけど、安定してね、こう幸せを感じ、生きる喜びを感じ、やる気がある、ね、ドーパミンだったかな。ドーパミンはアドレナリンとかノルアドレナリンっていう物質の元にもなるらしいんですが、そのアドレナリンというのはやる気が出るそうですが、私たちはそういう生きる喜び、生きる力が必要ですよね。だからそれは神様が考えられたシステムですけど、それが単なるですね、スポーツとか食べ物とか薬物によってそうするのではなく、神様はその信仰によって安定した脳内ホルモンバランス、脳内ホルモンバランスを考えられているのではないかと思います。あ、ノルアドレナリンはセロトニン。あ、そうなんですか。そういうわけで、ぜひ皆さん、私たちは、イエス・キリストを信じて、油注ぎを受けて、多分ですね、霊的なことと、ね、霊的なことによって、霊的な神の、精霊様によって、脳内ホルモンのバランスが取れると思います。
つまりそれ以外の薬物とかスポーツとかそういうものは、まあ一時的には役に立つかもしれないけど、本当に安定するものではない。つまり私たちはそのこの世的なですね、幸せを求めてもそれは本物ではないと。私たちの本当の幸せは、脳内ホルモンだけの問題ではなくて、本当に私たちが将来天国に行ける、本当に私たちは生きている神様と関わる、イエス様がいてこそ、イエス様がいてこそ本当の、その幸せなんだ。一時的に苦しい時もあるかもしれない一時的に苦しい時があるかもしれないけれども、だからこそそれを乗り越えるためには信仰が必要だということです。でもその脳内ホルモンのことを知ることはむしろ信仰にプラスになるのではないかと思います。ぜひ皆さん、私たちは神様の作られた人体、神様の作られたその在り方、私たちは神様を褒めたたえようではないでしょうか。私たち、科学というのは、神が作ったものを、学ぶことですけど、しかし神様抜きで学ぶのではなく、神様が作られた人体として学ぶならばすごく役に立つと思います。それでは証タイム行きましょうね。証タイム、イエス様を信じて感情が安定してきた。以前は、お酒とか、タバコとかギャンブルで自分の気持ちを満たそうとしていたけど、結局それは一時的でダメだった。何も自分の気持ちを幸せにするものは結局なかった。イエス様だけが私たちの心を安定し、素晴らしい喜びを与えてくれた証。スタート。タイさん、聖霊様、正しい脳内ホルモンを与えてください。アメン。はい、証し打ってください。油すぎって何？油すぎというのは精霊をこう受けることですね。精霊に満たされること、精霊に満たされることが油すぎです。笹林さん、この放送を見てる間はタバコが我慢できます。この放送を見てる間はタバコを我慢できます。そのうちですね、タバコを吸いたくなくなるでしょう。みーちゃん、イエス様を信じて何か救われた気がした。イエス様を信じて何か救われた気がした。モーカさん、以前は偶像崇拝や招き猫などを集めたり悪霊に導かれてましたが、今は本当の神イエス様に導かれてます。感謝します。救われました。あの招き猫ってこんなんでしょ。あれはね、なんか福を招くとか言ってね、あれはもう願掛けです
ですよね。願掛け、ああいうのは皆さんよくないんですよ。ああいう願掛けのね、まじないみたいなものはよくありません。まだ他にありますよね、何かね、招き猫はダメですね。それから固めのだるまもダメだし、それから、まあ、というかああいう類は全部よくないんですね。タイさん、私も薬飲んでます。でも聖霊を受けた時は医師に隠れて薬飲んでません。それがイエス様に触れる秘訣かな。聖霊を受けた時は、薬を飲んでない。ああ、それは素晴らしい。ホフテさん、この放送で猫背やめました。猫背ってやめられるんですね、素晴らしい。猫背やめました、すごい。招き猫かわいいのに、かわいいですか、なんかちょっとですね、不気味悪いですね、不気味悪いね、なんかこう悪魔が誘惑してるような感じですよ。リエさん、七夕はダメですよ、ね、七夕昨日でしたけど、七夕はあれは、偶像崇拝ですね。星が偶像です。みーちゃん、キリスト教は厳しい宗教だからまだ踏み込めない。それ偏見ですよ、偏見。キリスト教は自由で解放ですよ、ね、自由で解放。この世の中の方が厳しいですね。この世の中は立法主義だから厳しいですよ。でも、カリスマ派は自由です、自由です。アトモさん、誕生日おめでとうございます。神の子としても誕生してくださいね。ハルキさん、七夕はキリスト教ではないですよ、キリスト教ではない。そうですよ、私たちは、ね、イエス・キリストにあってサタンから自由、罪から自由、悪習慣から自由になれるんですね。イエス様の像を飾ろうと思ってるんですが、そうですね、まあしない方がいいと思いますね、しない方がいいと思います。タイさん、あるがままに前に一歩。ホフテさん、この放送で朝からいろんなものが前向きで上向きになった。多分ですね、多分それはこの放送で皆さんが、ね、信仰によって、まあ、ドーパミンが出てくるんだと思いますね。御言葉を聞くと多分ドーパミンが出てきて、そして前向きになれるんじゃないかと思います。そして、これはその薬物とか他のことと違って安定して一時的ではなくてね、安定した、ドーパミンが出てくるのではないかなと、これ私の想像ですね、想像です。ぜひ皆さん、その、状況によらない安定した脳内ホルモンバランスが必要だと思います。ヒロさん、おはようございます。選挙にキューちゃん行きますか。行きますよ。あのね、クリシャンの立候補者がいますね。名前言っていいかどうかちょっと分かるんですけど、選挙違反になる可能性気をつけなきゃいけないんですけど、放送で選挙のことを言うのはちょっと気をつけなきゃいけないんですが、ちょっと私はあまり詳しくないんですけど、クリシャンの候補者がいますので、まあ、その人に入れる予定です、ね。まあ、名前を言っていいかどうかちょっと分かんないんですけどね。選挙に行ってもイエス様と書くんじゃない、いや、それは意味がないですね、意味がない。やっぱりクリスチャンの候補者に入れたいですよね。まあ、クリスチャンの政党はないんですね。クリスチャンの政党はないので残念ですが、クリスチャンの候補者はいます。
政治に宗教を持ち込まないで。あのですね、あの信仰のためにって言いますかね、例えば聖書ではね、あの何でしょうか、指導者のために祈んなさいという命令があります。だから私たちは政治に無関心ではあってはいけないと思いますね。やっぱり政治に関心を持って、そして当然、クリスチャンの政治家を選ぶのは当たり前だと思いますよ。悪魔に支配されている人を選ぶよりイエス様に支配されている人を選ぶの方がいいに決まってますよね。私たちの信仰は、そういう信仰ですよね。私たちはリーダー、世界のリーダーでクリスチャンたくさんいますよ。大統領とか首相、まあトランプさんもそうですけど、ブラジルのあれ首相か大統領か分かりませんが、ブラジルの人、オーストラリアの大統領か首相か分かりませんが、ちゃんとしたクリスチャンだそうですよ。だから世界ではね、クリスチャンの、リーダー多いんです。だから日本は、ね、日本もクリスチャンのリーダーにがリーダーになるべきだと思います。将来そうなる可能性はありますが、私たちはそういうクリスチャンのリーダーを選ぶべきです。それはやっぱり昨日も話しましたけど、一昨日かな、あの頭が大事っていうね、私たちは頭によって、ね、まあ、要するにリーダーですね、リーダーによって国も左右されるし、あの北朝鮮のリーダー、イランのリーダーはとんでもないリーダーでしょ。独裁者、中国のリーダーも独裁者ですね。ああいうリーダーだと大変ですよ、国民はね。まあ日本のリーダーもちょっとね、危ない。やはり、その正しいリーダー、それはやっぱりクリスチャンのリーダー、クリスチャンだからいいっていうわけじゃないですけどね、ちゃんと本当に信仰的なクリスチャンでなきゃダメです。信仰的なリーダーになるように祈りましょう、ね、私たちは祈ることができますね。あ、もう時間ですね。それでは招きをしましょう。今日の放送を聞いて、脳内ホルモンによって人間の、感情があるんだ、鬱だったのは、もしかしたらセロトニンが足りなかったかもしれない、希望がなかったのは、ね、ドーパミンが足りなかったのかもしれない。しかしそれは、一時的なものは結局は偶像、偶像は一時的に、良くなるけど、それは、アップダウンが激しすぎて、それは、本物ではない。イエス様を信じることによって、イエス様を信じることによって安定した、本当に、安定した、脳内ホルモンのバランスが取れるということが分かってきた、これからもっともっと、喜びたい、もっともっと希望を持ちたい、もっともっと生きる、力が欲しい、生きる喜びが欲しい、そうイエス様を信じて、そのような安定した人生、安定した心が欲しい人、アメンと言ってください。安定した喜び、何があっても喜べる、何があっても落ち込まない、何があっても希望を持てる、そのような安定した人格が欲しい人、アメン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 。ブチさんごめんなさいね、無視してるわけじゃないんですけど、アメン、アメン、アメン。タイさん、イエス様、一本道。はい、天のお父様、感謝します。私たちはアップダウンの人生でした。もう本当に落ち込んだり喜んだり、絶望したり、一時的に偶像で希望を持ったりしましたけど、結局のところ疲れ果て、結局のところ、
苦しくなってきました。罪によって苦しみが増し、罪によってネガティブになってきました。ネガティブはまさに、脳内ホルモンがバランスが悪くなって、ニッチもサッチもいかなくなった状況だと思います。しかしイエス様が癒してくれました。イエス様が私たちに希望を与え、イエス様が喜びを与え、安定した喜び、安定した希望を持つことができました。脳内ホルモンのバランスが改善しました。イエス様感謝します。どうぞ今アーメンと言った方々がイエス様を信じて喜びに満ちる人生、そして、状況ではなく安定した喜び、安定した希望を持つことができますように。あなたの御言葉は、本当の薬、本当のホルモンかもしれません。イエス様、あなたの御言葉によって喜びます。あなたの御言葉によって希望を持ちます。それは永遠です、永遠です。あなたの御言葉は天地が滅んでもなくなりません。変わらないもの、本当になくならないものに頼ります。どうぞ多くの人が悪習慣から解放されますように、悪習慣から解放されますように。世界中で、麻薬で苦しんでいる人がたくさんいます。彼らを救ってください。彼らを救ってください。麻薬によって儲けている人がたくさんいます。麻薬売人がクリスチャンになるケースもあります。どうぞ多くの人が悪魔から解放されて、麻薬から解放されて、悪習慣から解放されて、どうぞ多くの人がイエス・キリストを信じて本当の幸せになりますように。アーメンと言った人たちが引き上げてください。解放してください。本当の喜びが来ますように、本当の平安が来ますように。油注ぎを受けて、本当の喜びが来ますように。安定した人生、希望に満ちた人生、与えてください、与えてください、与えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。まあ今の世界が、麻薬社会になっているのはまさにサタンの目論みです、ね、私たちは祈りによって悪魔に立ち向かって多くの人を麻薬から救いましょう、ね、多くの人を麻薬から救いましょう。皆さんの信仰、皆さんの祈りが多くの人を救います、悪魔から救います、麻薬から救います、あらゆる、偶像から救います。一緒に戦いましょう。人々を救うために、悪魔から救うために、一緒に戦いましょう。信仰で戦いましょう。祈りで戦いましょう。それじゃあまた夜の7時にお会いしましょう。シャローン。シャローン。ありがとうございました。ありがとうございました。シャローン。シャローン。シャローン。設定して画面でこれで大丈夫かも。